皆さんおはようございます。バイリンガルブロガーのちかです。最近ちょっと部屋の模様替えをしていて、ちょっと私イメージチェンジが好きなので、気分転換にもなりますし、ちょっと部屋の家具の位置を変えたり、デコレーションを変えたりして、ちょっと気分転換してます。で、よく部屋とか飲食店とかブティックをやり変えるときにリニューアルって言葉をよく聞かれると思うんですけれど、その日本語で使っているリニューアルって実は英語の使い方とはちょっと違いますので、今日はそのリニューアルとかリノベーションという言葉についてレッスンをしたいと思います。私も実際その日本に来てからそういう日本語英語みたいなのにすごく慣れてしまって、たまに日本の方が使うように使ってしまう時もあるんですけれど、リニューアルに関しては最近部屋の他にホームページ、サロンのホームページを新しくしたりしているんですけれど、それについてホームページをリニューアルしましたって、私でも言ってしまっているんですけれど、それは実際正しくなくて、リニューアルっていう言葉はリニューアルっていうんですけれど、リニューアルは実際手続きの更新とかという使い方が多くて、例えば I'm going to renew my driver's license っていうと運転免許の更新をする、そういう手続きを更新するっていう時によく使われます。なので物を変えるとか物を動かすとか部屋を変えるとかっていう意味だとリニューアルっていう言葉は使いません。でもやっぱり日本のなんかチラシとか見てるとリニューアルしましたっていう、その新しい飲食店リニューアルって書いたりしているんですけれど、それは実際ちょっと間違っています。で、じゃあリノベーションっていうのは何かというと、リノベーションの方が実際部屋とかそのスペースを新しくして、古くなった壁を置き換えてとか、天井とかを直したりフローリングを直したりってという意味で、リノベーションっていうのはもうちょっと大きく本当に改造するという意味でよく使われます。なのでリニューアルは本当に手続きのこととか、リノベーションは実際物とスペースについて新しくするっていう意味で使われます。で、そのどっちもリニューアルもリノベーションも最初の言葉の頭に RE ってついているんですけれど、皆さんもご存知の通り RE っていうのはやり直すとかまたっていう再度っていう意味を持つんですけれど、英語ってもともとはギリシャとかラテンのルーツがあるので、そういうRE とかそういうプレフィックスっていうんですけど、言葉の頭につくプレフィックスと言葉の後ろにつくサフィックスっていうので、結構その言葉がどういう意味のどういう雰囲気の言葉かっていうのが分かります。で、日本語だと漢字だとその漢字を見てその意味とかをなんとなく分かったりするんですけれど、英語だとそういうプレフィックスとかサフィックスを見ることによって、あ、これは何かをやり直すっていう意味なんだなっていうのが分かるので、そこら辺もちょっと今後レッスンしていきたいと思います。なので今日は RE っていうプレフィックスについてなんですけれど、もちろん Renewal、Renovation とか Refresh で Restore とか Redo で全部 RE がつきます。で、最後に言った今 Redo なんですけれど、 Redo っていうのはもうやり直すっていう、ただ基本的にやり直すっていう意味で全くスペシフィックでもないので、すごく便利な言葉です。私が例えば今部屋をちょっとやり直している、家具をちょっと動かしたりしているっていうと I'm redoing my roomって言うとそれが伝わります。あと I redid my hair とか言うと、ちょっと髪の毛、染め直したとか、redo っていうのは、いろんな面で使えますので、すごく便利なので、ぜひ覚えてください。 So I redid とか I'm redoing とか Are you going to redo your room? 部屋新しくするのとかっていうのですごい便利です。なので、今後もそういう日本で使う言葉と実際英語で使う言葉の使い分け、どういう間違いがあったりするのかということと、言葉のその RE とかそのプレフィックスとかサフィックスについてレッスンをして、よりその感覚でもその言葉の意味を分かるようになっていただければと思います。では、今日のレッスンはこれでおしまいです。ではまた次で。